そもそも他国にまで轟かせた自分の有名を忘れちゃいないだろう。シャリンガンのカカシって名を。木の葉の青き猛獣は終わり、赤き猛獣となる時が来たようだ。俺は今この世で最も強い。忍びの才能で一番大切なのは持っている術の数なんかじゃねえ。大切なのは諦めねえど根性だ。この血の味、この痛み、俺の体だ。術者に言っておく。禁術を不用意に使うべきではない。エド転生開。体術において俺の戦ったものでお前の右に出る者は一人としておらん。このマダラがお前を最強と呼んでやる。いよ。教えてやろうぜ、サスケ。ロケンシュリケン。行くぞみんな。女の力をなめんなってばよ。あなたは私の弟子、三人の力を受け継ぐこの弟子、そして春の桜、あなたは五代目火影の弟子でもあるのだから。チャンネル！やつの運命を握る究極の道術、イザナミだ。火影を語りたかった一青人だ。俺ら今はいろいろ背負っちゃう。それでも分かってんだろ。